次の方。すいません。はいどうも、クイズノックの東ゴンです。ナイスガイスカイです。ヒネです。ゴンです。本日はクイズ王検証、クイズ王二段構えならどこでボタンを押しても絶対答えてくれる説。よし、はい、クイズ王二段構え。こっちもクイズ王。いやそうよ、俺たちクイズ王だから言っとくけど。いや初心者です。今回はですね、クイズ研究会所属してない菅井さん、ユニさんの裏に一段、あ僕ら一段、ね、クイズ王が、はい、いますけども、その後ろにさらにね、別室にクイズ王います。クイズ王ーはーい。クイズ王総会心です。おお。だからあっちとこっちで二段構えなわけです。そうです。今回はですね、菅井さんと乾さんのクイズでございます。はい、うん、クイズ研究会にも入ってないよということで、うん、相談して答えたいだろうということで、ね、ああうん、そうなので、すぐそばにかかりつけ医がいます。身近にいて、まあ、何でも気軽に相談できるよということですね、うん、私のかかりつけ医がゴン。そうで、僕のかかりつけ医がモン。そういうことで、間違って相談したいからね。普段かかってないから、あっちに聞いてもいや分かんないですねみたいになる。答えてあげます。なので、お二人はボタンを押した後に、はい、そのかかりつけに相談することができます。相談して1個の答えを決めるんですが、はい、もしね、例えばクイズがちょっと専門的すぎるみたいな理由で、うん、かかりつけ医でもちょっと答えが出せないなという時は、かかりつけ医の先生が大病院の先生を紹介してもらうことができます。おお、書きますよ紹介状。めちゃくちゃ書きますよ。ということでですね、あっちの部屋は大病院です。はいはいはい。かかりつけ医のね、判断で、今回はこの専門だからこの先生にしようみたいなことを、まあぜひ決めてください。なるほど。なるほどね。まだ全部で7問あります。正解でプラス1ポイント、5等はマイナス1ポイントとなっておりますので、はい、お気をつけください。はい。さあ、それでは早速参りましょう。よろしく。問題。1894年12月。ちょっとね、1894年12月に何かあったかなって思うんですけど、どうすかね。実は僕、何年何月って言ってるから歴史の問題だと思うんですけど、はいはい、僕歴史めちゃくちゃ苦手なんです。あ、そうですか。いい先生とか紹介してもらえたりします。偶然ですね、あの、はい、歴史にめちゃくちゃ詳しい先生がいまして、はいはいはい、日本史世界史学会の会長を務めて、紅茶の先生という先生が知り合いにいるんですけど、はい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 、紹介状出した方がいいですか、ね、あ、じゃあお願いしていいですか。はい、はい、ではでは、クイズノック病院の方に行っていただいて、はい、行ってこようかなと思います。大病院の方に行ってきてください。行ってきます。早い。早いよ。いや、いくら早期発見が大事という。どうもこんにちは、あの東門先生から紹介状を預かってきて、こうちゃん先生にご相談があります。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。ですね、はい、さっきクイズが生まれてですね、はい、1894年12月、はい、まで読まれたんですよ。これちょっと心当たりある答えないかなって思って。1894年12月まで読まれた、はい、1894年12月。それ以外なんもない。それ以外なんもないんですか、ね、それ以外なんもないんですか、はい、情報が12月、はい、まあじゃあ12月かな、まあ、12月かな。1894年、いや待って、え、その頃ってあれじゃないかな、日清戦争のところのあたりじゃないかな。あ、待って待って待って、わかった、わかりました。ってことは、これはおそらくですよ、僕の頭の中に導き出された答えは、これ皇后農民戦争です。まあ1894年の出来事だとしたら、一番まず思い浮かぶのは皇后農民戦争。まあさすがに僕もちょっと月まではちょっとあんまり覚えてないんですけど、そうですね。まあでもまあ僕はもう答えとしたら皇后農民戦争しかないです。わかりました、皇后農民戦争でお願いします。じゃあちょっとそれで行ってみます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、お大事に。いや、行ってきましたよ。どうでしたか。まあ、一応あの交互農民戦争。ああ、交互農民戦争微妙っすかね。いや、それですよね。1894年といえばやっぱその日清戦争の開戦ということがあり、そうそうそう、まあちょっと一旦じゃあちょっと、はい、はい、では乾さん答えお願いします。はい、じゃあ交互農民戦争でお願いします。残念。ちょっと早かった。ちょっと早かった。そったか。早期発見すぎました。1894年12月に始まる奇跡の14ヶ月と呼ばれる期間に樋口一葉さん。ああ、その通りです。竹比べや濁り絵などの代表作を執筆した小説家は誰という問題でございます。最初の段階でみんな歴史かなと思ったら実際は文学だったみたいな感じなんで、まあジャンルぐらいはやっぱり分かりたいなってのと、今のだと奇跡の14ヶ月みたいな固有のフレーズがあるとだいぶ分かりやすいかな。あんな感じです。では続いての問題参ります。はい、問題。2035年までに廃止される見込みである
地球の自転速度と標準時のズレを調整するため数年に一度挿入される。じゃあ先生ちょっといいですか、はい、これウルー秒だと思うんですけど。おー鋭いですね廃止されるみたいな話題を最近聞いたと思うので、うん、結構確信持って答えていただければなと。了解です、ありがとうございます、今回はかかりつけ医までで解決と。はい、ではお答えをどうぞ。ウルー秒。正解。よし、自分でも分かったなとも思ったんですけど、万全を期すため一回相談したくらいの感じですかね。待ちすぎだったな今。もうちょっと早くかかっていただければと。よし、これで1点。頑張ろう。1対マイナス1でございます。よし、それでは参ります。問題。1970年代にハッピーエンド、ティンパンアレイ、イエローマジ。全く分かんないですが、はい、なんか3つぐらい言ったのでちょっと相談したいです。はい、そうですね。イエローマジで始まる言葉、僕が想像できるのはイエローマジックオーケストラとか、まあ、多分音楽系だと思うんですよね、はい、ただこれが答えとして直接何につながるのかっていうのがまだ僕はピンときてなくて。なるほど。やっぱり大病院の先生紹介しましょうか。あ、じゃあお願いします。まあ、こういうのはまあ、現代芸能内科の伊沢先生そんな内科が現代芸能内科、はいはい、ちょっと見てもらったらいいかなと思います。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。クイズの首に行きます。はい、では行ってきてください。次の方。すいません、現代芸能内科の伊沢先生に、はい、紹介されました。とりあえずお待ちいただいて。はい、はい、どうも。ああ、はいはい、東先生とかね。はい、そうです。はい、何かあったんですか今回は。その後どうなるのかなっていうのがわからないので。あ、なるほど。伊沢先生に相談っていうことで。ああ、なるほどね。状況的には今どうなのかな。点数的には負けてますか。点数的には勝ってます。あ、勝ってますか。はい、じゃあ割と手堅い方がいいね。そうですね、結果としてはね。はい、となるとやっぱ共通項の問題なのかなこのあたりは、うん、そうですね。まあまあ、細野晴臣あたりだと思うんですけどね。はい、細野晴臣。細野晴臣さんね。おじいちゃんがね、タイタニック号に乗ってたっていうね。おー、方ね、正臣さんってね、方がいるんだけど。ガイニモトハッピーエンドで被ってるのは細野晴臣さんだけなんで。はいはい。まあ、細野晴臣さんで、様子見てください。はい、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。はい。あ、風集めといてくださいね。風集める、はい、わかりました。はい、帰ってきましたね。どうでしたか。細野晴臣さんっていうのがいいんじゃないかなって言われました。なるほど、なるほど。少なくとも2つで細野晴臣さんがメンバーかぶってるので。なるほど。いいんじゃないかなっていうことと、点数の状況も説明したら手堅くいくのがいいんじゃないかなだいぶ総合的なそれで良さそうですよね。まあ、回答に関してはとりあえずそれで大丈夫だと思います。はい、では答えをどうぞ。細野晴臣さん。正解。よーし、やっぱ伊沢先生ですね。伊沢先生はさすがでしたね。イエローマジでゴン先生がイエローマジックオーケストラなんじゃないかみたいなことを伝えたら、あ、まあそうですね、うん、イエローマジはイエローマジックはイエモーでいいんじゃないですかねって言って、って言ってました。どういう医者だでは続いての問題参りましょう。よし、問題。これに抗議したタクアンは流罪となった。1627年、後水の天皇が僧侶に与えた勅許を。僕は今あんまり分かってないんですが。あら、乾さんどうしたんですか。僕は日本史ちょっと全然分かんないんで。実は奇遇ですね私なんか僧侶に天皇が何かあげるって死刑事件っていう事件があることを知ってるんですね。なんかそれ系の話だとまあ思います、ね。はいはいはい、私はここはやはりより詳しい先生に聞くのが、はい、より詳しい先生に聞いた方がいいですかやっぱ、うん、日本史クイズ医学会の権威たる孝ちゃん先生が今日ちょっと空いてる、ね、ということなので、はいはいはい、はい、紹介状書きますのでぜひ伺っていただければと思います。はい、行ってみますね。行ってみてください。はい、はい、すいません。ああ、失礼します。どうもどうもどうも。はい、ちゃん先生の方で質問がありましてですね、はい、日本史の問題なんですね。はい、はい、あ、日本史なんですけど、はい、で、ちょっと僕の解説系はちょっと日本史あんまりってことで、こちらで紹介されてきたんですけども、はいはい、これはおそらくですね、死刑事件ですね。あ、死刑事件なんですか。門先生も死刑事件角度 20% ぐらいだけど死刑事件なんじゃないかって。ああ、なるほど、言ってたんですね。はい、まあ、ただあんま詳しくないんでちょっと見てくださいっていう、うん、はい、後水の天皇がね登場する事件という、はいはい、死刑事件という事件がありまして、
かなり象徴的な事件みたいな感じですね、死刑事件は。なので、まあ、診察後の予防策みたいな話をね、こう今話してるんですけど、はい、こんな感じで、多分死刑事件一発で、はい、治ると思うんで、ぜひ、はい、死刑事件処方していただければ。はい、お願いします。行ってます。はい、お願いします。はい、帰ってきました。よし。はい、まあ、結論から言うと、はい、死刑事件なんじゃないかということでしたね。なんか、まあ、結構その、死刑事件っていうのはこういうものでっていう説明をほぼ聞いてたんですけど。はいはいはい、かなり死刑事件に詳しくなって帰って。じゃあこれはもう自信持って言っていいんじゃないですか、はい、いいですかね、はい、では答えをお願いします。はい、死刑事件でお願いします。正解です。よかったよかった。ただいまの問題は、後水野天皇が僧侶に与えた勅許を幕府が無効であるとし、朝廷に対する幕府の優越が明示された事件は何ということで死刑事件でした。あー、へえ。まあ、今回実はね、かかりつけ医にも答えは分かってたって、ね、うん、不安がありましたからね。そうすると僕も不安ですから、ちょっと相談してみてどうでした。いや、そうですね、なんかシンプルに死刑事件の話をめっちゃ聞けたので、うん、今後死刑事件の問題に多分出会ってもまた解けるんじゃないかなと。おお。今後の予防というかね予防こうなってますね。なるほど。では次の問題いきましょう。現在点数2対0となっております。問題、ロシア語ではセーミ、ドイツ語ではゼーベン、フランス語ではセット。どれか分かる言語あるかなって思ったんですけど、うん、全部でも知らない単語ですそもそもジャンル語学系なんですけど、答えのジャンルがどういうものかも分からないんで、こちらやはりノンジャンル内科のノンジャンル内科ノンジャンル内科のこういうのに詳しい先生がいるので、はいはいはい、伊沢先生とのクイズノック病院先生の方に紹介状書きますので、ノンジャンル内科ですね、聞きに行ってこようかなと思います。はい、失礼します。はい、どうぞお入りください。はい、ご紹介がで、はい、先生からの紹介なんですけど、あ、東さんね、今日は言語のクイズというかなんですけども。あ、言語どうされました、はい、まずですね、はい、ロシア語でロシア語セーミ、ロシアもう一回おっしゃっていただいていいですか。ロシア語でっていうところなんですけど、はいはいはい、まあ、これが何を指してるのかっていうところはちょっと、フランス語でセットっておっしゃいましたよね、はい、多分そこかなと思うんですよね、はい、数字かなと、うん、7とかだと思うんですよね。セットウィンフですね、いう、まあ、専門的にはそういうんですけど、はい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 、のセットは7かなと、はい、P とかね、発音しなかった、はいはいはい、そうですね、 SEPT だけど P ね、沈黙の臓器なんて言われますからね肝臓とかは病気が出づらいからね、沈黙の臓器なんて言うんだけど、多分 P もね、沈黙してるんじゃないかな。あ、なるほど、確かに確かに。まあ、なので、7はね、一応出しときますんで、様子見ながら答えてみてください。はい、はい、ありがとうございます。7で言っておきます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。見てきましたよ。どうでしたか。これは結論から言うとですね、はい、7なんじゃないか、あの数字の7。ああ、7、数字という読みですね、かなり。そう、ありそうだな。言われてみればそうですね。はい、で、あと7の方のセットは少なくともそう SEPT って書くんですけど、その P の発音とかしないんで、まあ、なんかそれがこうなんか沈黙の臓器だからちょっと気づきにくいんだけどみたいな言ってましたね。確かに気づかなかったですね。サイレント P まで見つけられてるそうなんですよ。では答えお願いします。7でお願いします。正解。すごいすごい、大病院すごい絶対 MRI とかやってきたじゃん。やってきてますね送信機でちょっと見つけられませんでした。ただいまの問題は、ロシア語ではセーミ、ドイツ語ではゼーベン、フランス語ではセット、英語ではセブンという数字は何という問題でした。ということで、はい、2対1となっております。おー、迫ってきている。じゃあ次の問題いきます。問題、カクテルのフレンチコネクションやゴッドファーザーに使われるアンズの種子。わかんないですが、はい、アンズの種子まで聞こえました。アンズの種子から作るお酒の可能性もあるなとか。いや、もしかしたらその全然お酒じゃない時もあるので、僕はあんま思い当たんなくて、じゃあ先生紹介したいですね。あ、僕の知り合いに一人、あのカクテル内科の伊沢先生がいて。カクテル内科、はい、酒は百薬の長がもっとの先生がいるのでぜひ聞いていただければなと思います。はい、わかりました。ちょっと大病院行ってきます。はい、行ってきてください。失礼します。はい、お待たせしました。あのカクテル内科の伊沢先生紹介していただいたんですけど。あ、はいはいはい、あ、珍しいですね、それで来るのはね、はい、今日はどういったご症状で。今日は
その2つのカクテルからとアンズから何かみたいな感じで来ました。なるほどなるほど。でも僕がね見た限りアマレットかなと。アマレット、アマレットってね、あのリキュールがあるんだけども、はい、アンズの種子使ったお酒っていうかね、うん、まあまあちょっと間違いないんじゃないかなと思うので、はい、まあまずははっきりアマレットと言っちゃっていいでしょう、はい、まあまあもし違った場合またヒエ先生にご相談いただいて、はい、また別の治療選択してください。はい、ひとまずはまあかかりつけのお医者さんに相談してみてください。はい、ありがとうございます。書いてきました。はい、結論から言うとアマレットっていうお酒なんじゃないかって言われました。アンズの種子からできてるお酒なので、じゃあアマレットって言おうかなと思います。はい、答えお願いします。アマレット、正解。よーし。現在の問題はカクテルのフレンチコネクションやゴッドファーザーに使われるアンズの種子から作られるイタリア生まれのリキュールは何。アマレットでございました。はい、今かかりつけ医として推しポイントいかがでしたか。そうですね、まあいい情報が何個か出てきたので大きな病院の先生に聞けば分かるかなというところで非常に良かったと思います。良かったです。では続いてが最終問題です。はい、はい、では参ります。問題、夜間に子供が熱を出した時などに保護者がかける。僕の予想言っていいですか、はい、なんか短縮のダイヤルの番号だと思うんですよ。7119か8000かどっちかだと思うんですよ、はい、これは夜間に子供がみたいな話してたんで、そうですよね、8000の方なんじゃないかなと思うんですよね。わかりました、ではお願いします。はい、シャープ8000。正解。よし、いいコンビネーションでしたね。さすがかかりつけ医。これは結構菅井さんもどっちかな。そうです、これかな、もう今日風邪かなぐらいの感じでもう行きました。ただいまの問題は、夜間に子供が熱を出した時などに保護者がかける子供医療電話相談の電話番号はシャープいくつということで、シャープ8000、シャープ8000でございました。話に上がっていたシャープ7119、こちらは救急車を呼ぶべきかどうか迷った時にかける、救急安心センター事業ということで、まあ地域によってはそういうのがやってるところもあるよ。あ、7119はやってない地域もあるかもしれないみたいですね。へー、ということで4対1で菅井さん優勝。よし、いや、すごかった。だからかかりつけ医っていっぱいいてもいいんでしょ。そうですね、まあ一人に決める必要はないので、内科のかかりつけ医とか眼科のかかりつけ医っていう風なのは全然大丈夫だ。じゃあもっとここに山本さんとか川村さんとかここに。ということで今回は厚生労働省さんとのコラボ動画だったんですけども、はい、厚生労働省さんは健康に関することを何でも相談できる身近で頼りになるお医者さんを持つことの大切さを知ってもらいたいと、そしてそれを皆さんの自分事として考えてほしいなということでこういうメッセージを発信されているそうです。まあ、今回の企画で言うと菅井乾が患者さん、うん、東兄弟がかかりつけ医、そして別室にいた2人が大病院と。かかりつけ医の方が聞きやすかったですよね。いや、そう、振り向けばいるからもう。そう。まあちょっと大病院に行くのは実際時間かかったりしますから、うん、大病院行きまくってたもん。行きまくってた、もうなんか疲れました。でもめっちゃ凄腕ではあったな。わかる症状が来ただけ。適切なね、紹介状がね、言ってたな。そうですね、はい、まあ、今回の企画でね、ちょっとかかりつけ医も力になってくれるんだなというのは分かっていただけたかなと思うんですけども、うん、病院に行く患者さんっていうのも今動画を見てる皆さんがいつ患者さんになるかわからないので、ぜひ自分のこととして考えていただきたいということですね。ご自身のかかりつけ医を見つけていただけたらと思います。はい、というわけでいつも通りチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。お大事に。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter と LINE アカウントもあるのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。